おはようございます。釣り子 TV です。一斉のギルフラット、ついに店頭に並んでましたね。これ1200円で UV イエローっていう色が買えたので1パック買ってきてみましたよ。まずケースの方を見ると、まあこういった感じのケースで可愛らしい絵があって、クマさんがですねこう喋ってるんですね。まるで生きているみたい、ギル型ワームができたよ、たい焼きみたいだね、まるで生きてるみたいに動くよ、てんてんてん、トラジローみたいな感じで、ここにちょっとした何でしょうか、漫画が書いてあって、まあこれですよね、このマンゴーカット、これずっと雑誌とかで見ててどんな感じなのかなっていうの非常に楽しみでしたよね。早速ですね、開けてどんな感じなのか触ってみたいなと思います。これね、こう後ろにやっただけで、このなんていうか、このプチ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 ってこれがブリスターパックから剥がれていくんですけども、まあそんなところも、こう外から見ただけでなんか柔らかそうだな、なんかフルーティーですね。はい、ギルフラットっていうことで早速じゃあ開けてみたいと思います。結構ねパッケージが大きめのパッケージなんですよね。これこんな手のひら2つ分ぐらい大きめのパッケージに入っていて、で結構部品がいろいろ入ってますね。はい、さあ来ました。はい、どんな感じですか。デローン、うわー、これは想像以上にテロンテロンですよ。なんていうか、こうこの柔らかさねえ、これはちょっと今までにない感じ。この見てください、マンゴーカットねえ、デローンとなってこうこの柔らかさを動画なんでぜひ感じ取ってもらいたいんですけども、でそうですね、まずはじゃあ頭、ここにねあの発泡スチロール発泡剤が入っていて、これが浮力体になって、これをカットしてこの頭に穴が開いてますね。ここにこういうクパーと穴があるんですよね。でこれを切ったやつを入れることによってね、浮力が出せる、こういったギミックがついていて、この側面は結構針がどこから出したいか、取りやすいよ、なんていうかこう刺しやすいようにいろいろなガイドがありますね。で尻尾はですね、先発で出たギルフラットスイマーと同じこの十字のこんな尻尾なんですよね。だから、スイムベイトみたいになんていうかこうブリンブリンって動くっていうよりは、ギルフラットスイマーでもそうしてからね、こう柔らかいデロンデロンデロンって動きになるみたいですね。ちょっとサイズ感もこんな感じで程よいので、早速、まあもうだいぶ寒くなっちゃいましたけどね、まだ釣れるんじゃないかなっていうところがあるんで、早速持って行ってですね使ってみたいななんて思うんですけども、針の方はこうなんか横差しっていうか縦ではなくてこう横にこう刺してましたよね。こういうルアーなんで、で
どういう感じで使うか実調動画なんていうのも発売前からいっぱい上がってますからね、そういったところでよく研究していきたいなと思うんですけども、まあ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 、まずはナイトテキサスとかで使うかなって言った、あでこれマンゴー真ん中がこうすごいこういう切れ目なんですけど、ボディの方はちょっと薄いカットなんですね、ここのね、まあ内臓っていうか浮力を出すところが控えているから、ここら辺はちょっと薄めのカットなんですね。でまあライバルと目されるワームがやっぱり、ブルフラットであるとか、あると思うんです。早速ですねこんな感じで横に並べてみたいと思います。これね人気のブルフラットの 4.8 インチ、それとこのギルフラットを並べるとまあだいたいサイズ感はこんな感じですね。だいぶまあ同じような大きさでボリューム感っていう感じですかね。こういう感じで物議を醸し出したこの今月のこれね、ちょっとねあの90ってちっちゃい方なんですけどね、これと並べてみますかね。ギル型ワームでジャバロン構造っていうことでライバルと目されていたんですけども、途中で全くこう設計の思想が変わって、こっちの一世の方はこのマンゴーカットにたどり着き、今勝の方はですねこのもう先輩特許のこのジャバラ構造、こういったライバル関係になるんですけどね、この頭の空気質、この発想がまあジャバギルもこう頭に空気質ありますもんね、まあここら辺が似てるのかな、目をつけよう、目をつけちゃおうっていうところもまあ似てるのかな、まあこういう感じでライバル揃い踏みでございます。まあね若干こうサイズの違いがあるから、その自分の好みとか釣り場の感じによって今いろいろ投げ比べていけばいいんじゃないかななんて思うんですけどね、まあちょっと重さの比較なんかもしつつ見ていきたいと思いますが、まずもって針は自分はこのブルフラットでお気に入りで使ってるこういった針をまあ横差しで使ってみようかなと、こう懐の広いねあのモンスターフックをですね、スクリュー式で頭にねじ込んで、こんなセッティングでライトテキサスなんかでまずは試してみようかななんて思っております。じゃあ重さですね、これね単体だとどれぐらいの重さなのか測っておきたいと思います。一斉のギルフラットですね、これは何グラムでしょうか。20.9グラムっていうことで、およそ21グラムほどですね。もうノーシンカーでもぶっ飛びそうだし、まあいろんな使い方が想定でき、まあ片や大人気のブルフラット、これは何グラムぐらいでしたかね。あだいぶ違うんですね。27.2グラムっていうことで、まあここに頭の空気質が、まあ、こっちはもう全部身がギュッと詰まってますからね、こういった感じで案外こっちはおよそ 21g ほどで、こっちはおよそ 27g っていうことで、だいぶですね見た目より重さが違います。まあこれちょっと90でちっちゃい方なんですけどね、これなんかは 12g っていうことなんで、まあ結構似てるようでいろいろこう重さも違うんで、竿を使う竿なんかも、若干変わってくるのかなといったところですけども、まあ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 とりあえずいろいろ現場で感じながらですね、いろいろな使い方試していければなと思います。でこう最初からこの発泡剤とこれ目ついてるんですね。自分こういうのってなんかついついつけないとそのまんまつけ忘れちゃう可能性があるんで、最初からちょっと目つけときますかね。これに目をペ
タッとつけてあげればギルフラットが完成ということで、なんかいいですね。だいぶ感じが出てきたんじゃないですか。赤目が最初から装備されてますね。まあちょっとこういうの本当自分現場だとすぐなくしちゃうんで、先に生命を宿しときますかね。はい、目ね。まあ使ってるうちにね、こういうのね、きついキャストとかしてるとぶっ飛んでっちゃうんですけど、まあせっかくなんで目をつけて完成させておきたいと思います。あー、ギルフラットか。もうちょっと8月とかですかね。ああいう真夏に使いたかったんですけどね。まあちょっと今もう11月も中旬になっちまったってことで、でちょっと前に使い方の冊子付きのスペシャルボックスみたいな感じで店頭に並んでたんですけどね。ちょっとあれは買わないで、このバーム単体で店頭に並んだら買おうかなと思って待ってたんですけども、はい、できました。こういう感じでですね、1200円で4匹入りでございます。でまあちょっとこのケースはでかいので、まあちょっとこの状態で、何か違うボックスに入れて持ってこうかななんていう風に思ってますけども、まあここら辺でね、ギルワーム揃え踏みで、まあちょっと来年活躍するの来年ぐらいになってきちゃうかもしれないですけどね、せっかく、変えたんで、ちょっとタイミングがあったらいろんなところでですねぶち込んでいければななんていう風に考えております。取り急ぎはですね、この前解禁されたようなんて言ってきたトズラッパラダムとかですね、あとは三島港とかもですね、もういよいよレンタルボート解禁されてるんで、そういうところに向けてこういった新しいワンもなんだあれ見たことないぞっていうやつにね、果敢に食いついてくれるかもしれませんので、積極的にですね投入していきたいと思っております。というわけで本日の釣り子 TV はですね、一斉から新しく出た、ギルフラット、これを買ってきてみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。